そうよね。ダーツ人生初めて勝ちました、山本さん。あ、本当？はい。あ、去年が？あ、いや、今日が。今日が。やっぱでもそれぐらい山に勝つのは難しいよね。まあまあ、うん、結局5レック目もね、プレッシャーかけてきたからね。そうですよね。あの16でも我慢したね、あの16の保守もう焦らないようにいては思いました。いやでも20持っとうけん、あの不思議なことな、あれカットに行く必要ないよね。うもうトリプルトリプル16シングル、トリプルトリプル16シングルみたいな感じで3本使ってゆっくり締めればいいのよね、あそこね。あれを俺だったらもうヤンマーがセブンマークとか出した瞬間に20入るかなみたいな。本当にシングルに入ってたのがでかかったですね、外したのも。初めて会う男とかだったら全然そんなならんちゃうけど、もう散々負けてきとる。そうです。なんだ、トラウマに近いですからね、ヤンマーさんは。本当に、うお、いやいいな。この人が牛島さん。そうです、牛島君前よ、パーフェクトでね。で、深井さん頑張ってほしいな、ここ。もう深井さんもなんか、いやー、惜しい。彼もうまいよね、このペアうまいよね。うまいっすね、白井さん。顔がやっぱもう落ち着いてますよね、決勝で。そうそう。あー、これは痛かったな。これで牛島くんが楽になるな。トンぐらい入れてくんだよな。うわ、すいません、一回ちょっと出てきて。あ、全然、もう、いや、もう、はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。頑張ります。ちょっと、みんな残って応援してくれたんで、ちょっと、一回、お疲れ様。お疲れ。お疲れ様。デビジョン1はね、終わりました。あ、デビジョン1は終わってないね。まだ終わってないですね。3、デビジョン1は王鵬だよ。王鵬？王鵬もデビジョン1でしょ。おお、まだやってないよね。次だよね。マックスですよね。ちょいちょいスマイル。え、おお、決勝残ってるんですか。あ、それでさっき来てたの。え、すごいね。あ、じゃあえ、でもおおってマックス使ってなかったけどね。え、使ってた。ゆうたくんだね、山本ゆうたくん。ペアが王鵬めちゃくちゃ最近調子いいの。強いっす。びっくりした。そうなの。下手持つんですけどやっぱ強いっす。え、下手持つんですけどね、やっぱ強いっす。いや、下手も打つけど安定してきたよね、最近。ああ、わー、ナイスアレンジ。さあ、日産かも。あー、惜しい。さあ、来た。わー、ナイスアド。来たー。こういう強さがある。こういうフック系ダンサーはこういう、そういう強さがある。じゃあ、でも何ですかそれ。フック系ダーツ。フック系ダーツァー。知らない、フック系ダーツァー。いや、え、社長、最近も出ます。ん、出ます。何が。フック系です。いや、フック系ダーツァー、俺が代名詞みたいなもんですよ。何
あのリングにかけるでしたっけ、ブーメランフックの昔の漫画わかりません、ね、ブーメランフックありましたよね、懐かしい、わぁ、え、何殴る、それ解説してくださいよ社長、はい、うわー欲しいの、お互いちょっとワンマークちょっと辛いですねこれ。相良俊介にもし質問がある方はぜひよろしくお願いします。さっきめちゃくちゃしましたよこれ。どんな質問したの。なんかあれいろいろましたね、それも僕と視聴者さんの話の中の。どういう質問、ちょっと、ああ結構最近のストレートバレルの流行りの話とか、回転、うん、回転は右回転左回転どっちがいいと思いますかとか、サクラとかトルピードの王様みたいな男じゃん。こんばんは、ねるねるねるねねるねるねるね、きっと同世代ですね、ねるねるねるねってねるねるねるね、お菓子がありました、今の子たちはこんな、さあ来た、振りが綺麗、フィールドテスターになるためには、はい、フィールドテスターになるためにやっぱりですね、レーティングプロになって レーティングがやっぱ23ぐらいが欲しいですね、そしてなおかつ、プロで23ぐらいのレーティングがあって、なおかつやっぱパーフェクトでも上位進出に、うん、ベスト16とかベスト8にちょろちょろ入り出す、そうですね、やっぱ大会で目立たないとやっぱりこう背中にですね、なんかつくっていうのは難しい、そうなんです、逆に大会で目立てばすぐいろんな声がかかると思います。社長は回転方向についてどう思いますか。回転はですね、僕は基本的にはやっぱりかけた方がいいのかなって思います、うん、なんでかって言ったら回転かけてる人が成功してるプレイヤーが多いからです。うん、左回転多いです。確かにですね、持ちが長いんですかね、うん、どうなんでしょうね、やっぱこう右回転も左回転も右利きだと、うん、この左側にある指は親指一本だし、右側にある指は、うん、何のプレイヤーはいますか。相良さんは今何の勝負かね。相良君選手は嫌いなプレイヤー誰ですか。いや、いませんよ、いないです。強いて言うなら、強いて言うならヤンマーですかね。山田が嫌いどういうところが嫌いですか。いやいや、勝てないからですよ、人間は大好きですよ、はい、え、人間好きですか。大好き大好き大好きですよ。どういうところが好きですか。いや、もうそれはもう笑顔も可愛いし、気さくだし、喋り方も上手だしサンドイッチも美味しいしサンドイッチは美味しい、ベタ褒めですよ僕は嫌いなプレイヤー、嫌いっていうかプレイヤーが俺に対して悪態つくとかないから基本的に嫌いな人はいなくなるよね別にどうやっても左から、いや簡単ですよ、弾けばいいんですよ、こう人差し指からピンって弾くから、うん、僕も、始めた頃はもうどんなにやっても無回転だったんですけどね、やっぱこうなんか弾いてやってたら、今は逆にあの無回転の投げ方も右回転の投げ方も分かんなくなってしまいましたね、自然にもう左回転ですね。まあ意識して左回転、やっぱ自分の手の中で癖つけるっていうのも大事かもしれないですね。ちょっと矢沢永吉っぽくない、テレテテテレレテレ、今日のなんかおかしいよね。回転かけてなくても活躍してるプレイヤーはたくさんいますよ、はい、いますいます、もちろんもちろんたくさんいます。バンガーウェンも無回転だよね、世界最強のプレイヤー無回転だから、はい、決してね、かかる回転かかるからいいっていうものではないですかね。ミスしないことが一番です、うん、回転のメリットは社長、回転のメリットはやっぱりダーツがやっぱり僕は強くなると思う、うん、
僕は結構あのグルーピングした時にぶち破ってくれるようなイメージはありますね。そうそう、はい、で左回転だったらやっぱりドロー回転、うん、ゴルフでも不思議とドロー回転って強いんだよね。なるほどなるほど、うん、だからやっぱドロー回転っていうのがやっぱいいんだろうね。結局わかんないですけどね。あとやっぱ回転してるってことはまあ片っぽの指に必ず長くかかってるじゃないですか。ただ今の修正で、はい、PDC がなんか最近無回転ブームになってるらしい。あ、そうです。そう、 PDC 最近無回転が多いらしい。無回転は無回転でピンポイントはまったらこうピシッといける気はあるんですよね、多分。だからで回転かけるっていうか若干こう親指からこうダーツが離れていくと左回転になりやすいよね、はい、ちょっとフォースタンス理論に入るような気がする。この人は無回転がいい、この人は回転かけた方がいいみたいなのもあるような気がするんですよね。この集中の仕方のその人の癖というか。でも、俺は無回転の方が、うん、バロメーターになりやすいと思う、自分自身が、うん、ああ回転かかってるとか、あ無回転だもんね。あなんか楽しいな。これもう2本、ブルー。いやでも強いですね、このバースのペアは、うん、強い、うまいよね。さあかも、なかなかちょっとブルに手こずっておりますね。ブル手こずるのよね、クリケのブルって。フェニックスカップでは出ないですね。テスターとかプレイヤーにはないですね。何が、あこのテスターとかプレイヤーには賞金って話。フェニックスカップでテスターとかプレイヤーに賞金は、いやいや、あのほらプレミアムサーキット、プレミアムサーキットのランキングとして、はい、試合の招待みたいなことをやりますよ。はい、年間ランキング1位、2位、3位には恩賞報酬があります。そうそう、ちょっとしたね。ちょっとしたじゃないですよ、でかいでしょう、あれは。ない今年知らないですよ、最近3位以内に入ってなかった。最近は範囲3位以内ですでも、相良くんのお店も最近流行ってるよね。いえ、全然ですよ。うん、変わらず変わらず。相良さんの今のレーティングはいくつですか？22、23、行ったり来たりですね。22、23じゃやっぱ優勝厳しいよね。そうなんですよ。普段投げでね。これでも、うん、僕、言い訳ですけど、がっつり投げたら普通に24、5はあると思うんですよ。どうしてもなんか、仕事なんですよ。その、ダメな時はダメですけど、なんていうんですかね。いやでも最近調子いいよね。調子はいいです。あれフィードダーツ投げ出して調子よくなる。多いもんそれでも確かにそれあります。これですね、うん、はっきりと自分の中で理由があるんですよ、うん、ソフトダーツとハードダーツ、フィードダーツうち1台ずつしか置いてないんで、うん、まあ1個ずつ投げる機会が多いんですよ、うんうん、最初はフィードダーツを例えば10ゲームぐらいお客さんしました。その後にソフトダーツでマッチしましょうって言われた時に、置いた初日から1週間ぐらい距離感が全然分かんなくて、あーそっか、距離が違うから。だからハードダーツ投げた後ソフトダーツ投げたらブル狙ってるのにそんなトリプルとか押してたんですよ。そこは行き過ぎやろ。それで、あ、俺もうダーツに対する投げ方間違ってたなと思って、距離をちゃんと測るようになったんですよ、そのたんびに。そしたら両方いつでも投げるようになりました。距離を測るけどちゃんと目測です。目測をするようになったんですよ。これぐらいの力で投げたらそこじゃなくて、ちゃんと今見てるところにこれぐらいの力で投げるんだっていうのをするようになったら、すごいねそれね。これすごく勉強になります。この間知能マスミも苦しめたよね。でも負けましたけどね。マスミ君あの後優勝した後なんか LINE で
優勝しましたへへへって LINE 来てちょっとイラッとしましたけど、そんなことするんだ。マスミ君悪いですよ。 TV のスマッシュ減って少しなんか残念。俺 TV スマッシュ減ったっけな。俺そのフックの話ですか。うん、多分そんな話だと思うんだ。でもスケスケスケさん決して社長はわざとやってるわけじゃないですからね。はい。でも白井さんってすごいよね。ずっとスマッシュだね。これこの人はだからこのフォームなんじゃないですか。いやいや多分ねスマッシュなんだよね。あれそうなんですか。最近なんか美味しいもの食べた。ああもうちょくちょく。何言って美味しかったさ。いやでも最近はよく長浜の鮮魚市場によく行きます。社長プロもう一度取らない。更新されてるんですよね。いや更新ね。あ、してないんですか。してないと思うんだよね。まあでもまあ最近はですねフェンディックスカップで九州の人たちはね社長とやり合う機会がいっぱいあるからあれですけど、まあ本土の人たちからしたら全然ダメだった。今日なんであんなダメだったんだろう。高橋翔吾君とですね、なんかダメだったな。本当申し訳なかった。いやでもダブルスってまあいろんな要素があるし、なんかこうペア力とかもあるじゃないですか、相性とか、うん、そう。さっき完璧だったんですけどね、ブルーにさ。なんかふわふわしてるな、今日。うん、ちょっと欲しいな。なんか、難しいね、ダーツは。さあ、落ち着きますわ。うわぁ、来たー、19トリプル。18トリプル。あ、ブルーでいいんだな。ブルー行っての残の3連中。頑張って、まことさん。あ、頑張って。ナイさん今日なんで帰るの。電車で来ました。電車で帰ります。一緒帰ろうか。え、いいよ、車乗っけていこうか。いや、いいですよ、そんな悪いですよ、そんなの。そこまで甘えるわけない。いや、いいよ、一緒帰ろうよ。いや、いいなら嬉しいですけど。あ、いいよ、ねえ、一緒帰ろう。その代わり、その代わりちょっとね、待ってくれてる。マシン50台ぐらい運んで。いや、もう帰ります。うわー、ナイスアウト出たね、これね。さすが、ナイスフィニッシュ。ナイスフィニッシュ。ちょっともう解放してもらっていいですか。はい、もう帰ります。社長、でも、ちょっと大丈夫ですか。社長、急に疲れが出てるじゃないですか。疲れ